ブースに来ました。あ、すごい。おお、トリプルアンド。さあ、どうなるのか。途中選手か、それとも違った選手か。さあ、そして必死の形相で、必死の形相で体を小さくしながら、全員連れてやってまいりました。あ、出た。お買い上げ。え、買ったっす。ここだけくんないですか。ここだけくん、俺の顔あげるって。いやいや、これ取ったら。買ったっす。買ったっす。誰が買ったっす。これを買ったっす。この色で選んだっす。これにしたっす。予約っすけどね。予約はいはい。ゲームの音ですかね。まだ値段出てないですADV、 あ、大きいな。 ADV 大きいやつ。7半バージョン。でかいな。
ばいな、これキャラクターは私これやばい、ね、足ここにこれ前の人用だと思う。本当にここに、これ今ショック？あ、あるっすよ、ここの、もっと曲げたとこに1個あるっすよ、ここに出っ張りが。だけど、そこの手前にもあるっす。これ、どこでも行けるっしょ。ついている。オートマ。オートマね。オートマ。これいいっすね。ああ。これハマる。ADV と迷うっすね。これの買いたい人はアフクイもいいし ADV もいいし、あ、実物は結構スマートに見えるっすよ。シュッとしてるっすよ。あ、セカンドバイクとして持つとしたら最高の、はい。パニー、あ、ダックスだ。ダックス、これ二欠できる。二欠、あ、マフラー厚そう。あ、二欠できるんや。モンキーできないですね。モンキーできないですよ。モンキーはできないんで。いや、これは売れるっすよ。シートは変えてるやつ。どっちがどっちが。違う。え、あの持つとこついてて純正じゃないですか。あ、グラブバー。グラブバーついて。あ、カスタムされてるっす、いろいろ。で、フットペダル。ああ。北子の。ごめんなさい、僕使えなかった。かき集めたんで、また来て。芸人を。芸人。芸人を。買わなきゃ。いつか買わなきゃ。もらったいつも。サスペンションもなんかちょっとかっこいいな感じになってて。私、後ろ乗る係。あ、後ろ乗る。まあ、大事だよね。ちょっと、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 足が これこれこれダメ、スーパーくらいだったらいいやっぱ箱つけて買うのは、あのマフラーかっこいいですね。でかい、でかくはないよ。でか、実物、まあ12インチなんでタイヤ。どうすか。小さいのが欲しいかどうか。シート硬いっすか。まあまあまあ硬い。そんな。ゲンチャのシート。ゲンチャシート。あ、自分これまたがっていいっすか。またがっちゃう。あ、新型っすか。新型だ。ABS と、はい、はい、あ、キャストもついて、キャストがあったの、全部あっちも、あ、本当だ、私がまたがるんだ。でもいろいろカスタムされてる。 110はなんかインジゲーターが変わったらシフトが出るようになって。ああ、はいはいはい。マスター乗ってカメラ回しましょう。自分こういうのいっぱい乗るんで大丈夫です。あ、でもこのシートがゲルザブみたいな、そう、なんかなんかふにゃふにゃ。え、マフラーがちょっとかっこいい。かっこいいですね。マフラーダミーかなと思ったら、ちゃんと2本ちゃんとデートはないですよ。マフラーかっこいい。これ色もちょっとかっこいい色。好きそう。マットブラックの、あ、マットグリーンか。一番俺は好きな、唯一ケツに乗せらんないんだな。あ、こっち向いて。あ、キャストになったのはこれは結構ちょこちょこいろいろついてる。うん、
あ、新型。これ海の後ろ乗れるの邪魔する。いつも。イエーイ。これしか持ってない。間にリュックがある。なんで唯一またがってる車両が持ってる車両なんですか。何にも変わってないようにって、これはどうなの。これはエンジンが変わった。あとあれだよね、ロングになった。ロングになったんだっけ、エンジンが確か。あ、タイカブと仕様が一緒だったんだ、あっちを。タンク仕様。後ろシートついてる。あれ、それじゃないの。これ最初からじゃないんじゃないですか。あれはもう変わる。違うでしょ。これカスタムした。カスタム仕様ですね。カスタムですね。ホンダって書いてるこれに変えたいっす、自分も。あったらいいんじゃないですか。俺にくれるはずだから。あ、くれる。え、やるどうすか。やっぱかっこいいっすよね。なんかよくよく見ると。C125 車両自体が。車両かっこいいっすよ。俺嫌いじゃないですか。俺あっちの方この色がいい、ね。でもあれ確実に格好悪くなったかな今回で。あれはもう。ああまあ。でもないっすよ。はい。スポークのやつがなくてどこにも新車とか。値段も上がって。良かったらね。いや実用的なんすよ株は。4万キロ走ったらガソリン抜けて持ち込れるのが計算上がって。あ戻って。早く。リッター65ぐらい行くんで、うん、走ってくる。そう。ポジションが違う。ホンダサービスを利用するために、ホンダ号会員になりましょう。あー、すげえ似合う。何でも似合うな。めっちゃかっこいいんだけど。ホンダ号のすべてのサービスにログインできます。もちろん無料です。会員になると、ホンダバイクのカタログ請求が可能に、気になる最新機種の情報もすぐお手元に届きます。このボリュームがすごいな。ぜひ使っていただきたいサービスがホンダゴーライドアプリです。何が違うの。なんか800とか900ぐらいのバイクに見える。まずは自分の愛称マイバイク登録。バイクにまつわるあらゆる情報を入力して管理するツーリング記録もシェアできます。みんな楽しそう。似合う。似合う。バイクを気軽に乗りたい方には簡単に予約ができます。今回のプレンタルをお勧めは近く近くの近くの家を持ちよう。上田家でバイクを借りて、スヌーリングに出てバイクを乗らないんだろうな。いやマフラーこんな勝ち上げみたいなやつのがいいですね。森脇入ってますね。普通エンジン、普通エンジン、 NT1100 とシャーシも一緒思いながら。シミュレーションの結果をもとにプロトタイプを作り実際に計測。人の耳の感覚も頼りにしながら検証を繰り返した。聞かせたい音を際立たせ吸気音を雑に消す。そしてエンジンが発する音、それによって生まれる排気音。環境性能に適応しながらもマフラーの内部構造を調整することでライダーの感性に触れる音を追求した。
音を出しすぎず発信時低音だけ印象的に響く。その後排気音は一とかに過ぎた。あ、でもしっくりくるっすよね。やっぱり いいっすよね。マキシマイズザウォーマント T-MAX は日常を少し豊かにする相棒となる。R セーブロンツいけます。あーポジションが SV より広いから多分ない。あー肌寒くぐらい、ちょうどいい感じだな。あー R セーブン、あれ真ん中なんですね。あれハイフィーム、ビーム出る、出る。これは R1 より気持ちよく走っていただくためにシートを進めていただきますね。なかなか走りに関してはこれまでのチームの実況してきていますので、トリシティ、トリシティの300ですね。 300cc ですね。これはグリッパ、新しい品種ですね。ザッピングスタッフの鍛え上げた肉体を強さに隠して、ブレーキめっちゃ効きそうっすけどね。え、ブレーキめっちゃ効きそうの、転ぶ心配がない。思いっきりブレーキしても逃げました。これあ、大丈夫、車っぽいな。100キロぐらい走るんじゃないですか、航続距離で。100キロ、100走る。グラベルって言われるジャンル。はい。ドロップハンドルで。世界だけどうですか。あ、オフ。オフ。ちょっとこう。はい。角度向ける。グラベルロード的な使い方も。一回やめて。はい。はい。でもあの結構ジャンル的にはこの。でも絶対こう。壊れると思う。メンテナンスのやり方も分かんないし、このマウンテンバイク行ってくれた、はい、あ、ドロッパー、はい、はい、結構こう、はいはい、やったりはしてて、はい、コンポーネントも結構そうですね、GR の、はい、グラベル専用のやつだったり、はい、前後クラブの油圧、油圧ディスクの、はい、はい、なんか最強ですよね。もうこの今の出てるところ。ここでも行けるし。はい。そうなんですね。はい。で、あのバッテリーももう1パック別で持ったりとかも。そう、まあそう、まあまあ重たいんですけど。これで、まあ一応100キロ。100キロ行けるんですね。はい。で、空っぽからマウンターまで 3.5 時間で。ああ、はいはい。あの坂道があっても全然行けますね。登りが登りで、はい、行けるとできるだけ多くの皆様に安心して
あ、余裕ですよね。続きの最新商品をご覧いただけるよう、ハンドル高くないですか？努力してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。なんか でもやっぱり距離走るとこれじゃないですか。重量感がすごい。ああ、何キロ？あ、GT。いや、見た目がすごいな。見た目がもう、なんか戦闘機みたいな。どうですか？どうですか？どうですか？撮ってます。足つきます。足つきました。足つかないバイクはないの、羨ましい。足つかないのはほとんどない。You got